華やかなデビューの象徴、オーディション。それは選ばれた者たちが流した爽やかな涙の歴史と言ってもいいでしょう。特に一世を風靡したのが花の13トリオ。101番山口百恵、回転木馬を歌います。ピアノで歌ってたんですね。雅子ちゃんが歌ってて、それでいいなっていう感じで、それでなんとなく出してみる気になっちゃったんですよね。347番森田雅子、涙の連絡線を歌います。いつも群れ飛ぶ中学生だよ。9番桜田淳子、見知らぬ世界を歌います。あなたを好きと言えなくても、恋をした時から僕の心はいつの間にかあなたがいる。歌もまだまだなんですけれども、全国コンサートとかそういうのが夢なんで、歌のレッスンを頑張って、もちろん踊りも頑張って、これからやっていきたいなと思ってます。彼女たちも多くの人間たちの中から選ばれたスターです。センセーショナルなデビューを飾りました。そしてこの人も夢の一つが叶えられました。それが第14代クラリオンガールに選ばれたことです。オーディションはまさにスターへの登竜門です。そして彼女たちのキラリと光る個性が輝く瞬間でもあります。寂しくなると尋ねる坂道の古本、あどけない表情が印象的だった郁恵ちゃん。実はこの時、審査員の足を見せてというリクエストにも笑顔で応えています。君がいて、おどけては冗談で笑わせてくれた。私の趣味は歯を磨くこと。一日に7回も磨いてしまうことがあるんですよ。あのクールな感じが大好きなの。マミちゃんは明るさ元気さなら一番。さあ、はい、こちらです。おめでとう。さあさあさあ、はい、ほらほら、いらっしゃいらっしゃい、いただきなさい。はい、さあ、あなたが優勝です。さあ、井森さんが言った、さあ、一言、はい、ありがとうございます。彼女もまた緊張と感激のこの瞬間を味わった一人です。とにかく素朴で一生懸命だった井森美幸ちゃん。
たオーディションというのは運命のいたずらをも演出してくれます。そしてこの時他にもスターの卵がいたことも見逃してはいけません。決勝に残った一人にあのほなみちゃんもいた。この人もそう。一体誰だと思います？第9回全国縦断タレントスカウトキャラバン出てこいアイドル、さあ優勝は発表します。関東地区代表井森美幸さん、おめでとうございます。この涙の一瞬から一人のスターの歴史が始まったのです。さあ今の気持ちを一言で。選んでくれた審査員の方とか応援してくれた皆さんにとても感謝しています。さあそれでは歓迎もらったにもう一度歌ってもらいます。いいですか？大丈夫ですか？じゃあハートは持ってね。スター井森美幸、そして彼女の芸能界での第一歩はなんと芸名募集だった。